はい、こんにちは、サンデーです。今日はインボイス制度の負担軽減措置まとめということで、2割特例や少額特例、簡易課税などについて解説していこうと思います。2023年10月から始まるインボイス制度、いよいよ実施が迫ってきましたよね。インボイス制度自体については以前動画で詳しく解説しました。インボイス制度を分かりやすく解説という動画出してるんで、こちらまた見ておいてほしいんですけど、まあ一番悩んでるのは免税事業者ですよね。インボイスに登録すれば消費税の納税義務が発生します。まあこれ負担がね 10% 増えるんで、できれば登録したくないんですけど、でも取引先から登録するよう言われたりして、登録しないと仕方ないかという人もいるんじゃないでしょうか。でもインボイス制度には緩和措置があるんですよ。これね、あまりにもインボイス反対っていう声が大きかったんで、国もあの手この手で負担を減らしてあげるよ、だから登録してねみたいな措置をいくつも用意してるんですね。それが2割特例とか仕入れ税額控除の経過措置といったものです。また消費税にはもともと税金の計算を簡単にする制度っていうのがあって、それが簡易課税という制度なんですけど、まあ、これらのね緩和措置がたくさんありすぎて、余計に訳がわからないっていう状態になってるんですね。そこでインボイス制度の負担軽減措置、経過措置を分かりやすく解説します。インボイス制度に対して非常に不信感がある人も、これを見ておけば、あ、意外と登録しても大丈夫なんじゃないかなとか、あれ、実は自分は登録しなくてもいいんじゃないかとか、そういうのが分かるようになると思います。また従来からある簡易課税と今回のこの軽減措置のどちらを使うか、これらが分かるようになりますんで、インボイス制度にすでに登録した人も、登録しようか迷ってる人も、ぜひ最後まで見てください。ちなみにね、僕はインボイス制度自体には反対なんですよ。まあこういうインボイス制度の動画出すとコメント欄が結構炎上するんですね。お前はインボイスを進めるなんて政府の手先かみたいなコメントが来るんですが、いやいや、僕全然進めてもないし、政府の手先でも何でもないですからね。またインボイス制度は消費税の概念からしておかしな制度だとも思っています。これについてはね、サブチャンネルのインボイス制度に反対する正当な理由という動画出してますんで、これを見てもらえれば僕の言ってることはわかると思います。でも基本的にビジネスは自己責任の世界です。このインボイス制度の動画見てる人は自営業や個人事業主の人がほとんどだと思うんですけど、まあそういうビジネス営んでる人って、周りの環境が変わっても全て自分の責任っていう自己責任の世界で生きてるはずなんですよ。まあそんな中で今回インボイス制度っていうちょっと変な制度ができたわけですけど、これを仕組みを理解せずに反対だけするのか、それとも理解した上でうまく立ち回るのか、僕は理解した上でうまく立ち回るっていうこっちの方を選びます。まあその方がね、自分自身も稼げると思いますしね。まあたまにね、インボイス制度は理解なんてする必要ない、とにかく反対だっていうコメントとか来るんですけど、まあそれはね、ビジネスをやる人間としてちょっと違うと思うんですね。なので仕組みを理解するためにも今回の動画しっかりチェックしておいてほしいです。はい、というわけでサンデーマネーチャンネル本日のメニューですけど、まずはインボイス制度のおさらいからしていきます。インボイス制度について改めてサクッと説明しますね。そして負担軽減措置、経過措置まとめということで、実施される緩和措置、どんなものがあるのかをまとめて紹介します。その中でも2割特例と簡易課税について、ここはね、どっちを選べばいいかっていうのもポイントになってきますんで、これ詳しく解説します。さらに仕入れ税額控除の経過措置と少額特例について、これもね、結構知っておくべき大事なポイントになりますんで、詳しく解説しますね。まあ本当このメニューだけ見るとすごくややこしそうだなって思うんですけど、とにかく分かりやすく解説しますんで、ぜひ最後までチェックしてください。はい、このチャンネルは8年以上ブログなどの収入だけで暮らす個人事業主の僕サンデーが、個人で生きるためのお金の知識を発信しているチャンネルです。こういった税金や個人ビジネスに関する話題の他にも、副業、投資、節約術といった個人でできるお金の対策をお話ししてますので、
お金にまつわる力、マネーリテラシーを高めて、自分の力でこの不安定な世の中を乗り切っていきたいという人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、それでは行きましょう。まずはインボイス制度のおさらいからしていきます。まあ、ここはね、詳しい動画別にあるんで、サクッと流して見ていきますね。今回のインボイス制度が実施されて問題になるのは、主に個人事業主やフリーランスの人で、売上が1000万円以下の免税事業者と呼ばれる人です。消費税ってね、2年前の売上が1000万円以下なら、免税事業者として消費税の納付が免除されてるんですね。で、この免税事業者が、インボイスに登録するか登録しないかを迫られているわけですけど、登録すると消費税 10% を負担しなければならなくなります。でも登録しないと収入減や契約を切られるリスクがあるので、非常にこの選択悩ましいところなんですね。じゃあこのインボイスとはそもそも一体何なのか。これは適格請求書のことです。何か仕事を請け負ったら、いくらになりますって請求書を発行しますよね。この請求書が国が認めた請求書ならば適格請求書ということになります。何があれば適格請求書になるのかというと、登録事業者の登録番号を記載する必要があるんですね。で、この登録番号を記載するにはインボイスの登録事業者にならなきゃいけないんですが、登録事業者、つまりインボイス発行事業者になるには課税事業者にならなければならないんです。つまり売上1000万円以下でも課税事業者になって消費税 10% を納めなきゃいけないんですね。だったら普通の請求書でいいんじゃないかと思いますが、普通の請求書では取引先が仕入れ税額控除を使えなくなるんです。この仕入れ税額控除が使えないと、取引先に消費税の負担が増えるんです。だから取引先は下請けの個人事業主やフリーランスに対して、インボイスに登録しないなら消費税分を値下げしてもらおうとか、インボイスを発行できないフリーランスは切ろうとしてくる可能性があるんですね。はい、このインボイス制度については、インボイス制度を分かりやすく解説、個人事業主は登録した方がいいのかという動画出してますんで、こちらを見てください。これを見ればインボイス制度についてはバッチリ分かりますんでね。動画下の説明欄のところにリンク載せてます。まあ、このようにね、免税事業者にとってはインボイス制度は非常に厳しい制度ではあります。でも緩和措置を理解していれば対策が見えてくるんですね。この緩和措置をちゃんと理解するかどうかが、インボイス制度が始まってもうまく立ち回れるかどうかの鍵になってきます。というわけで、次は負担軽減措置、経過措置まとめということでお話ししていきます。インボイス制度には負担軽減措置と経過措置があります。負担軽減措置っていうのは、事業者向け、つまり僕たち自営業やフリーランス向けの施策ですね。そして経過措置というのは、これは取引先向けの施策になります。まあ、これインボイスが始まることによって急激に負担が増えてしまうのを避けるため、しばらくの間は緩やかにやっていきますよっていう緩和措置が設けられたんですね。ではそれぞれ見ていきます。まず負担軽減措置の一つ目は、消費税負担を軽減できる2割特例。これは納める消費税を税額の2割にするよっていう制度なんですけど、これが2026年の9月30日まで3年間設けられています。そして2つ目が、事務負担を軽減できる少額特例。少額の経費にはインボイスはいりませんよってする特例です。これは2029年の9月30日まで6年間設けられています。また少額の値引き、返品による返還インボイスの交付免除、まあ値引きとか返品した時に返還インボイスを発行する必要はないよっていうことですけど、これは今のところ期限なしで実施されます。さらには登録申請期間の延長。これはね、もともとインボイスの登録期限が2023年の3月末までだったんですけど、実質9月末まで延長されましたよね。まあ、これらが事業者向けの負担軽減措置で、取引先の方には経過措置が設けられています。それが仕入れ税額控除の経過措置。この経過措置は2029年の9月30日まで設けられています。まあ、これ取引先向けということですけど、まあ、我々事業者も
他の事業者に何か仕事を発注することもありますし、この取引先の立場に立てばどういう考えになるのかっていうのが、この経過措置を理解することでわかると思います。またこの消費税の計算って非常に複雑なので、インボイスが始まる前からもね、簡易課税っていう計算を楽にする従来の負担軽減策があったんですよ。ただこの2割特例ができたことによって、簡易課税を選ぶか2割特例を選ぶか、どっちが得になるかっていう選択する必要が出てきたんですね。まあそれがね、ちょっとややこしいとこなんですけど、わかりやすく解説していきます。というわけで2割特例と簡易課税について詳しく見ていきます。2割特例とは、免税事業者がインボイス発行事業者になった時、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる措置です。まあ、つまり新たにインボイス登録した人は納める消費税が2割で済むんですね。例を見ていきましょう。例えば年間の売上が700万円で経費が200万円の事業者があったとします。この場合、売上にかかる消費税額は70万円、経費にかかる消費税額は20万円です。じゃあこの事業者が納める消費税はというと、まずは基本的な計算式を見ます。この基本的な計算方法を本則課税と言います。本則課税で計算すると、売上にかかった税額70万円から経費にかかった税額20万円を引いた50万円、これが納める消費税になります。しかし2割特例を使えば、この売上税額70万円に2割をかけた14万円、これが納める消費税になるんですね。まあご覧の通り、50万円が14万円に下がったわけですから、大幅に安くなるし、また計算が楽ですよね。2割特例を使えばこのように納める消費税をガクンと下げられるわけです。この2割特例の対象者はというと、免税事業者がインボイス事業者に登録した場合、また免税事業者が課税事業者選択届書を提出したことにより課税事業者になった場合に限ります。まあ、つまり免税事業者が課税事業者になった時ですね。だからもともと課税事業者だった人はこの2割特例は使えないんですよ。で、この対象期間は2023年10月1日から2026年の9月30日までとなっています。まあ、だから3年間はこの2割特例が使えるわけですね。しかもこの2割特例、いいところは事前の届け出は不要っていうとこです。これね、2割特例使いたいときは確定申告書に2割特例使いますっていうのをチェックすればいいだけなんで、めっちゃ簡単なんですよ。まあなんでインボイス登録した人はこの2割特例はちゃんと押さえておいてほしいんですね。インボイス制度が開始されるに伴って2割特例ができたわけですけど、もともと消費税にはね、負担軽減策があったんです。それが簡易課税制度です。簡易課税とは消費税の申告を簡単にするための制度です。消費税の計算ってね、ちゃんとやろうとするとややこしいんで、計算を簡単にするよって設けられたのがこの簡易課税なんですね。まあもともと本来の計算方法、いわゆる本則課税では、消費税は売上税額から仕入れ税額を引いて計算されます。だから仕入れにかかった消費税をちゃんと計算しなきゃいけないんで、非常に面倒なんですよ。でもこの簡易課税を使えば、売上税額にみなし仕入れ率をかけたものを引いて消費税額が出せるんですね。みなし仕入れ率っていうのはね、まあ売上に対してこれぐらいは経費で使ってるだろうっていうパーセンテージで、業種ごとに割合が違っています。例えばサービス業だと 50% がみなし仕入れ率となっているので、売上税額の 50% は経費にかかる税額として引くよっていう、まあそういうざっくりした計算ができるんですね。だからね、卸売業のように仕入れとして非常に経費を使う業種であれば、みなし仕入れ率は 90% と高く設定されています。はい、そして先ほどの例でね、売上700万、経費200万の事業者の消費税はいくらになるか計算しましたけど、この事業者実はサービス業だとします。そうするとね、この簡易課税を使って消費税を求めると、70万円から35万円を引いた
35万円。これが納める消費税額になります。この35万円ってどこから出てきたのかというと、先ほどのみなし仕入れ率を使ったんですね。70万円からサービス業のみなし仕入れ率 50% をかけて35万円となりますんで、それを仕入れ税額として使ってるわけですね。まあなんでね、この消費税の計算方法は本則課税、2割特例、簡易課税の3種類があるわけですけど、業種、経費額によってどれを選べば一番得になるかが変わってくるわけです。例えば今回はこの2割特例が一番安くなりましたけど、もし経費が非常にかかってる、仕入れが非常に多い仕事であれば、本則課税で計算した方が納める消費税は安くなるかもしれませんし、卸売業を営んでる人であれば簡易課税で計算した方が消費税額は安くなるかもしれません。なので自分だとどれが一番安くなるか、それぞれのパターンで計算してほしいんですね。まあこれで計算してみるとね、課税事業者になっても意外と負担が増えないケースもあると思います。まあなんでね、インボイス登録したら消費税の負担増えるなって思ってる人でも、まあ3年間の限定ではありますが、意外と負担額は少ないこともありますんで、一度計算してみてください。はい、では続いて仕入れ税額控除の経過措置と少額特例について見ていきます。仕入れ税額控除の経過措置、これ取引先向けの対策だというのを説明しましたよね。この仕入れ税額控除の経過措置とは、取引先が免税事業者からの請求書でも一定割合の仕入れ税額控除を受けられる措置です。取引先がね、なんで事業者にインボイス登録してねって言うのかというと、取引先はこの仕入れ税額控除を使えなくなると負担が増えてしまうから、インボイス登録してねって言ってるんですね。じゃあこの仕入れ税額控除、これどういうものかちょっと見ていきましょう。まずこのフリーランスと A 社が取引してるわけですけど、 A 社の立場でものを見ていきますね。例えばこのフリーランスが A 社のホームページを作ってたとして、まあ商品、ホームページですね、それを納品したとします。でこの代金は8800円、うち消費税は800円だったとしますね。 A 社にとってはこれは業務のために支払った経費になるわけですね。逆に A 社はお客さん、消費者に商品を売って売り上げを得ています。まあこれ何を売ってるかちょっと分かりませんけど、何か商品を売って代金が11000円、うち消費税は1000円だったとしましょう。この時 A 社は国に消費税を納めるわけですが、消費者からいただいた1000円をそのまま納めるわけではありません。 A 社が納税する消費税というのは、いただいた消費税1000円から経費で渡した消費税800円を引いた200円が納める消費税になります。この経費でかかった消費税を仕入れ税額といって、この仕入れ税額を引いて計算することを仕入れ税額控除というんですね。でこのフリーランスがね、適格請求書を発行できる、つまりインボイスに登録した事業者だと、 A 社は仕入れ税額控除が使えるんですよ。でも普通の請求書、つまり適格請求書を発行できない免税事業者の場合、 A 社は仕入れ税額控除が使えないんですね。だから仕入れ税額の800円を引くことができないので、1000円を消費税として納めなきゃいけなくなるわけです。これは A 社にとっては痛いですよね。だから A 社はフリーランスの人にインボイス登録してよって言ってるわけですが、でも今回このね、一定割合は仕入れ税額控除を使って OK という経過措置ができたんです。だから免税事業者が普通の請求書を出してきても、仕入れ税額控除をちょっとだけ使っていいよっていう、まあそういう制度になったんですね。じゃあこの仕入れ税額控除を認める割合ですが、このようになっています。まず2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は8割を仕入れ税額控除として認めます。そして2026年の10月1日から2029年の9月30日まで、この3年間は5割を仕入れ税額控除として認めます。じゃあこのね、先ほどの例で A 社が納税する消費税、これいくらになるのかを見ていきましょう。まずね、適格請求書の場合、つまりフリーランスの事業者がインボイスに登録してた場合ですね。この場合1000円から仕入れ税額の800円を引いて
200円が納める消費税になります。で、この800円を引くことを仕入れ税額控除と言ったんですね。しかしこれが免税事業者からの場合、フリーランスの人がインボイスに登録していなかったら仕入れ税額控除が使えませんので、売上にかかった消費税1000円はそのまま1000円を納めることになります。まあこうなると A 社損するので、インボイス登録しろよ、じゃないと切るぞみたいなことを言う可能性が出てくるわけですね。しかしこれが経過措置ができたことにより、A 社の消費税負担は減ることになります。まず2023年10月1日からの3年間は、仕入れ税額800円の8割を控除できるので、1000円から8割の640円を引いて、360円が納める消費税額になります。そして次の2026年10月1日からの3年間は5割が仕入れ税額控除できるので、1000円から800円の5割、つまり400円を引いた600円が納める消費税額になります。本来なら免税事業者の請求書だと1000円を納めなきゃいけなかったところが360円とか600円とかに減るので、まあそれだったらいいかというので免税事業者を使い続ける、そういう可能性も出てくるわけですね。まあ、というわけでね、この経過措置ができたおかげで、免税事業者のままでいても消費税分をもらえるケースも出てくると思います。だから慌ててインボイスに登録して課税事業者になる必要はないかもしれないんですね。はい、次に少額特例について見ていきます。少額特例とは、1万円未満の課税仕入れ、つまり経費は、インボイスがなくても仕入れ税額控除が可能になる制度です。まあ例えばね、事務用品とか安い経費はいちいちレシート見てインボイスに対応してるか調べるの大変ですよね。なんでこれは事務作業の簡素化をするための措置になります。少額特例の適用条件はこのようになっています。対象者は基準期間の課税売上が1億円以下、または特定期間の課税売上が5000万円以下、まあ、つまり個人事業主やフリーランスといった小規模の事業者が対象ということですね。はい、そして期間は2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間になります。で、何を少額取引というかの判定基準ですが、これは1回の取引の合計額が1万円以内のものを指します。一つの商品ではなく1回の取引で考えますんで、例えば7000円のものと8000円のものを買って合計1万5000円支払った場合、これは取引が1万円を超えるので対象外になるんですね。どうでしょうか？お分かりいただけましたでしょうか？まあこのようにインボイス制度には緩和措置がたくさんあるわけですよ。この緩和措置を考慮に入れると、あ、インボイス登録しても大丈夫だなっていう人とか、いや自分はインボイス登録しなくても大丈夫だなっていう人も出てくると思います。またこの緩和措置が続いている間は様子見してても OK です。まあもしかしたらね、この緩和措置が延長される可能性だってありますんで、例えばね、仕入れ税額控除の経過措置が今後も続いたら、取引先がインボイス未登録の免税事業者を切ってくることとかはあんまりなくなりますよね。だからね、登録せずにこの緩和措置が続いている間は様子見するのでもいいと思うんですよ。まあそれぞれね、事情は異なりますんで、まずはこの緩和措置の内容をね、しっかり理解して自分にとってどれが得になるか、それを考えてインボイス登録どうするかを決めていきましょう。というわけで今回はインボイス制度の緩和措置について解説してきました。はい、ありがとうございました。サンデーマネーチャンネルでは会社に頼らず個人で生きるためのお金の知識を発信しています。こういった税金や個人事業に関する話題の他にも、副業、投資、節約術といった個人でできるお金の対策をお話ししてますので、会社の給料に頼らず自分の力でお金を増やしていきたい、貯めていきたいという人はぜひチャンネル登録をお願いします。またブログ、メルマガ、ツイッターもやってますので、動画下の説明欄から見てみてください。それでは今日もマネーの知識を生かしてガッチリサンデー。